画家の想像で描かれた、幅な沖の海戦。北ドイツ連邦とフランスの官邸が行った海戦は、1870年から1871年の、不仏戦争における副次的な戦いであった。準備の悪さによってフランスは、北海の海上封鎖を通じた北ドイツ連邦の、経済弱体化に失敗した。同様に、自国の兵を沿岸に上陸させる。 前提条件も整わなかった。海戦が実施されたのは、ハバナの近海であり、北ドイツ連邦海軍の基礎砲艦メテオアが、フランス海軍の通報艦、ブーベと交戦している。その戦いに決着はつかなかった。さらに1870年8月22日、平ンパン式、コルベット・ニュンフェが、フランスのアルマ級装甲コルベット及び、通報艦一隻を、 ダンツヒワンで襲撃した。この野州で双方に損害は生じなかったが、フランス艦隊は撤退している。ドイツ連邦海軍の規模はまだ小さく、出撃はわずかであったため、それらを除く海戦に大きな意義はなかった。1867年から1870年まで続く北ドイツ連邦には、北海沿岸と並んで、バルト海にも長く伸びた海岸線があった。 1870年、皇帝ナポレオン三世統地下のフランスには、艦船470隻を要する海軍があり、これを上回るのはイギリス海軍のみであった。北ドイツ連邦が保有していた艦艇の数は、その1、10をわずかに上回るのみであり、5隻の総甲フリゲートで北ドイツの海岸線を守ろうと試みた。もし、 フランスが海上における優勢を有効に活用できていれば、その戦争への影響は大きかったと言われている。本来、ナポレオン3世は海軍兵9000名と予備役軍人2万名から構成される兵団を上陸させる計画を立てていた。道路網は沿岸からかなり離れていたため、北ドイツ連邦がこれに対抗して部隊を派遣することは困難だったのである。 この点は、フランス側も意識していた。上陸作戦と、海上からの艦砲射撃によって、少なくとも、プロイセン軍16万名を拘束しようとしていたので、ある。他方、プロイセンは、フランスの派遣軍がポンベルンを通過し、ポーランド人の放棄を弱気するのではないかと危惧していた。海上封鎖が実施されれば、北ドイツ連邦の経済は、著しい損害を被り、何より、 重要な物資の輸入を断たれていたところであった。さらにフランスはデンマークとの同盟を目指した。数年前にはまだプロイセンと交戦状態にあった。この国は5万名の陸軍と特筆に値する海軍を要していた。しかしデンマークの参戦はフランスが独力で上陸作戦を成功させなくては期待もできなかった。フランスは現実を顧みることなく、 シュレース・ビヒ・ホルシュタインにおけるデンマーク人の放棄を見込んでいた。しかし結局はイギリスとロシアの圧力に影響を受けデンマークは中立を保っている。主要な問題は装甲艦12隻を要する重要なフランス地中海艦隊が1870年7月4日にはまだマルタイ派遣されていたことであった。これをせめて大西洋沿岸のブレストへ移動させるには 三週間はかかった。その理由は、艦隊と電信で連絡を取るのが部分的に困難であったこと、そして休暇を返上させて、兵役義務を持つ者を召集するために時間が必要だったことである。艦隊は8月の第2週、ようやく北海に到着する見込みであった。こうして、モルト家のフランス侵攻は阻めず、10月には嵐が北海の航行を困難なものにしていた。 またこの遅延には海軍大臣が皇帝の重帝、ジェローム・ナポレオン・ボナパルトに指揮権を与えまいと、あらゆる手段を講じなければいけなかったことも関係がある。その後、フランスは8月3日の決定に見られるように万難を排して派遣軍を編成することができなかった。フランス軍にとり、これは戦略上の災難であったとジェフリー・ワブロは述べている。なぜなら、 プロイセン軍は、結果として阻まれることなく、フランス国境へ急行できたからである。ルイ・エドゥアール・ブーエ・ウィオメ大将今や、バルト戦隊と呼ばれるようになった、フランスのイギリス海峡艦隊は、シェルブールに集結し、7月24日に北海に向けて北東へ出航した。ルイ・ブーエ・ウィオメ大将の指揮下、戦隊を構成したのは、総合フリゲート、シュルベアン、ゴロワーズ、ギュエンヌ、 フランドル、オーション、総ーコ,ーコルベット、テティス、ジャンヌダルクと通報官、カサールである。1870年8月2日、船体はコッペンハーゲンに近い K1 に到着し、本来は中立であるデンマークの好意的な要人の元、司令部を設置する。バルト船体と来航中の地中海艦隊のいずれも同様に石炭不足に苦しんでいた。 必要分はわずかながら、デンマークやイギリス領、ヘルゴラント島から調達することが可能であったものの、大部分は数百回りも離れたダンケルクの貯蔵庫から運んでこなくてはいけなかったので、ある。そのためフランスの艦艇は低速で航行したり、その存在のみで北ドイツ連邦の封鎖突破線を萎縮させようと何日も停泊したりして、石炭を節約する必要があった。 しかし北ドイツ連邦の船が接近しても、それは石炭を消費する無駄な追跡につながるだけで、あった。8月12日、海軍大臣から命令を受けた、ブーエ提督は、機関で士官と共に、キール付近への上陸に備える。しかし浅瀬や沿岸部の良好な防備を背景に、彼らには北ドイツ沿岸の全体が上陸には不適で、あると思われた。クルップ社の沿岸砲の射程は、 フランス側の艦砲の2倍であった。相応の兵力を変えては、上陸作戦の実施はいずれにせよ、不可能だったのである。8月17日には、通報艦、グリレが、文献隊の砲艦を伴って、ヒデン税島、ドーンブッシュ付近で、フランスの装甲フリゲート3隻と通報艦1隻に、遭遇し、初の突発的な戦闘が行われている。グリレは、砲撃を開始した後、 フランスの官邸は海域の浅さから追撃を断念する。損害の報告はなかった。1870年8月18日にはバルト海のドイツ領沿岸全域に対し海上封鎖が宣言された。続いてフランスの官邸は宣言を相応に履行しドイツの諸行を封鎖するべくその沿岸を紹介する。その際、 装甲フリゲート3隻と通報艦1隻から構成されるフランスの戦隊が8月22日にはダンツヒワンにも停泊した。バイクマン大佐の指揮下、港湾を守備するべく配置されていたコルベット、ニュンフェはこれを受けて敵戦隊に野獣を観光し、2回の型減聖車を実施した。フランスの所管は抜病し、応射しつつ、ダンツヒワンから交代する。しかし、 この方船は双方に損害を与えなかった。このように成果を上げることなく、バルト船体は9月24日にはフランスへ撤収した。北海のフランス艦隊司令、フーリション中将にとっても、事態は同様に見込みのないものであった。彼は十分な海図さえ持っていなかったため、それをデンマークで購入しなくてはいけなかったのである。エルベ川とベーザー川の河口は、 嫌いと防差で守られており、ドイツ人の水先案内人は、勤務を拒否したので、反完成状態のビルヘルムスハーフェン基地を攻撃することはできなかった。フランスの北海戦隊は、総攻フリゲート、マニャニーム、プロヴァンス、エロイーヌ、クーロンヌ、アンバンシブル、バリュリューズ、ルボンシュ、総攻コルベット、アタロント、コルベット、シャトールノー、コスモ通報艦、 ルナールとデクレを伴って8月11日、北海に到着した。北海沿岸に対する海上封鎖が宣言されたのは8月25日のことである。フランスの船体はほとんどの場合、イギリス領ヘルゴラント島の近海に止まった。双方ともに偵察官を派遣していたが、8月24日にベーザー側の河口で、装甲艦アルミニウスが アタロントと遭遇し、影響もなく終わった短時間の砲戦に及んだのみであった。フランス海軍はほとんど陸地を攻撃できなかった。それに適した艦艇がクリミア戦争の後退役していたか修理中であったためである。フランスは9月までしか、いずれにせよ、不完全な海上封鎖を維持できなかった。冬に備えて艦隊を撤収させなくてはならなかったのである。また、 各艦の兵員はフランス国内における戦略予備としても必要とされていた。9月10日、フランスへの撤退をもって北海における海上戦争は終わった。しかし、同海域の紹介は引き続き実施されており、北ドイツ連邦海軍に防備の維持を強いている。幅直樹でフランスの通報艦、ブーベと交戦する砲艦、メテオアの乗組員。 北ドイツ連邦は1867年に創設した海軍をまだ組織中であった。そして大型装甲艦3隻、小型装甲艦2隻、スクリュー推進式機装、艦数隻のほか、より非力な軍艦を保有していた。主要な基地はヤーベー側に臨むビルヘルムスハーフェンである。1870年6月、北ドイツ連邦の装甲艦4隻は、 大西洋への途上にあった。政治的緊張と、フランス政府が早くも1870年7月15日には、陸海軍向けの戦時国際発行を承認したことを背景に、ドイツ諸法は戦線布告を単なる時間の問題と見ていたので、この戦隊は、急いで基とにつき7月16日にビルヘルムソハーフェンへ到着した。その3日後、フランスは戦線する。 沿岸諸法の総督として、プロイセン軍のエドアルト・ホーゲルフォン・ファルケンシュタイン大将が任命され、メクレンブルク・シュベリーン大公・フリードリヒ・フランツ2世の第18師団とゼーベイア師団部隊の指揮を取った。沿岸防備に向けた主な処置として、航路標識の撤去、機雷による航行の封鎖そして、沿岸砲台の設置が実施される。プロイセン公使アーダルベルトは北ドイツ連邦海軍。 総司令官として大本営にいたため、水上部隊は事実上、彼の大官である、北海司令、エドアルトフォン・ヤッハマン中将の指揮下にあった。海軍の機関、装甲フリゲート、ケーニヒビルヘルムは、艦隊の主力、すなわち装甲フリゲート、クローンプリンズ、フリードリヒカール、装甲艦、アルミニウス及び砲艦7隻と共にヤーデワンにあった。しかし、ケニヒビルヘルムと、 フリードリヒカールの作戦能力は様々な損傷から制限されていた。エムス川の河口はさらに2隻の砲艦が監視していた。バルト海の主要な基地はキールであり、そこには沿岸砲台と並んで戦列艦、リナウンが配備されていた。さらに、バルト海方面部隊の機関である、通砲艦、プロイス・イシャー、アードラー、砲艦2隻とコルベット、エリーザベートがあった。 同艦は、フランスの海上封鎖によって、バルト海に拘束され、後からビルヘルムスハーフェンに入港している。バルト海方面部隊の司令官は、ヘルト少将であった。バルト海東部では、通報艦、グリレト、砲艦、ブリッツ、ザラマンダーと、ドラフヘから、いわゆる、将軍圏艦隊が編成され、フランツフォン・バルダーゼー白尺少佐がそれを率いた。同艦隊は、 流言島とシュトラールズンとの沿岸を紹介した。方館、ティーガーは流言島の東方を巡回した。重要な交渉があった、ダンツ飛行はコルベット、ニュフヘが守備した。戦争が勃発した時、さらにコルベット、メドゥーザとヘルタが中流艦として東アジアにあった。これらは優勢なフランス艦隊の前に終戦まで横浜港に閉じ込められている。練習艦 アルコナは、海戦時、アゾレス諸島にあった。砲艦、メテオアは、中流艦として、西インド諸島に在泊していた。他の艦艇は、人員を十分に任務についている、諸艦へ回すため退役していたのである。北ドイツ連邦海軍は、不屈戦争の間、北海へほとんど出撃しなかった。8月5日から7日にかけて、ヤッハマン中将は、装甲艦船隊を、 デンマーク沿岸に向けて出航させたが、フランス艦隊を発見することはできなかった。フランス海軍が8月25日に命令されていた、ヤーベー側への攻撃を中止しなくてはならなかった一方、北ドイツ連邦もヘルゴラント島近海の優勢なフランス艦隊を襲撃することはなかった。そのような攻撃は9月12日、エデュアルトフォン・ヤッハマン中将が命じていたものの、 三時を予見していた艦長たちが拒否したのである。校門の破壊と在白官邸の撃沈を目的とし、1871年2月の初めに予定されていたクローンプリンツのシェルブールへの出撃は停戦の発行に伴って実施されなかった。結局、この戦争を通じて海外で発生した海戦はただ一つである。北ドイツ連邦の奉還、メテオアは当時は スペイン領であったキューバ島のハバナに停泊していた。その近海で9月7日、フランスの通報艦、ブーベと交戦したのである。どちらの艦も損害を被ったが、いずれも祖国への帰還を果たした。北ドイツ連邦のコルベット、アウグスタは戦争末期、北大西洋とビスケーワンでフランスの補給艦と交戦した。またも艦長はニュンフェイから アウグスタに転任したバイクマン大佐であった。その指揮下、同艦は敵戦一隻を撃沈し、さらに二隻を打破してドイツへ送り出すことができた。しかし、アウグスタはスペイン北部のビンゴで初め単していた時、フランスの書官に出向を阻まれる。同艦がドイツへ帰還したのはようやく停戦後のことであった。AB ジェフリー・イワロ。 ザ・フランコ。プルシアン・ウォー。ザ・ジャーマン・コンクエスト・オブ・フランス・イン・セン・870-1871。オックスフォード・ユニバーシティ・プレス。オックスフォード2003。P189。A.B. ジェフリー・ワロ。ザ・フランコ。プルシアン・ウォー。ザ・ジャーマン・コンクエスト・オブ・フランス・イン・セン・870-1871。オックスフォード・ユニバーシティ・プレス。オックスフォード2003。P190。ミルコ・グリーツ。 プリンツ・アドルベルツ・フェアゲシナ・フロット。ダイノート・ドイチャ・バンドスムリン1867-1871。ルル・エンタープライゼス・インク。モリス・ビル。NC2008。ISBN978-1409225096。P39。ジェフリー・ワロ。ザ・フランコ。プルシアン・ウォー。ザ・ジャーマイ・コンクエスト・オブ・フランス・イン1870-1871。18 オックスフォードユニバーシティプレス、オックスフォード2003、P190、191、ジェフリー・ワロ、ザ・フランコ、プルシアン・ウォー、ザ・ジャーマイ・コンクエスト・オブ・フランス・イン1870、1871、オックスフォードユニバーシティプレス、オックスフォード2003、P191、ミルコ・グリーツ、 プリンツ・アドルベルツ・フェアゲシナ・フロット。ダイノード・ドイチャ・バンド・スムリン千八百六十1867871。ルル・エンタープライゼ・スインク。モリス・ビル、n c 二千八 p 四十ミルコ・グリーッツ。プリンツ・アドルベルツ・フェアゲシナ・フロット。ダイノード・ドイチャ・バンド・スムリン千八百六十七1867871。ル,ル・エンタープライゼ・スインク。モリス・ビル、n c 二千八8 P41。ミルコ・グリーッツ。 プリンツ・アドルベルツ・フェアゲシナ・フロット。大のトドイチャ・バンドスムリン1867-1871。ルル・エンタープライゼス・インク。モリス・ビル。NC2008。P39。AB ・ジェフリー・ワロ。ザ・フランコ。プルシアン・ウォー。ザ・ジャーマイ・コンクエスト・オブ・フランス・イン1870-1871。オックスフォード・ユニバーシティ・プレス。オックスフォード2003。P192。ハンス・ゲオルク・ステルツァー。 ダイドイチェフロット、エインヒストレシャーバーブリックフォン1640ビス1918フランクフルト、ササイアタッツバーラグ 1989P112113 ハンス H ヒルデブラント、アルベルト RHR、ハンス、オットースタインメズ、ダイドイチェンクリックスシフ、バイグロフィンアイン、スピーゲルデアマリーノガシクトフォン1815ビスツアー、ギャガンバート、バンドゴ、 シフスパイグロフィン、フォン・カイザー・ビス・ルチェンス、ムーン・ディス・バーラグオ j p 百六 P164F、ハンス・ゲオル・クステルザー、ダイ・ドイチェ・フロット、エインヒストレシャー・バーブリック・フォン1640ビス1918、フランクフルト、ササイア・タッツ・バーラ九1989、S111、S113、114、ミルコ・グリーツ、 プリンツ・アドルベルツ・フェアゲシナ・フロット。大ノート・ドイチャ・バンドスムリン1867-1871。ルル・エンタープライゼ・スインク。モリス・ビル。NC2008.ISBN978-1409225096.P4648. ハンス・ゲオルク・ステルツァー。大ドイチェ・フロット。エイン・ヒストレシャー・バーブリック・ホン1640ビス 1918. フランクフルト。 ササイアタッツバーラム 1989P114 ありがとうございます。